んだこの部屋、教室の形してねえな。おい篠崎、頭が割れそう。マジか。おい大丈夫かよ。でも奥に何かあるぞ。なんだこりゃ。ダメ！え？脅かすな、お前。目が離せねえ。なんだこいつの目。なんだ？あ、真っ暗だ。篠崎！ゆい先生！サトシ！誰かいないのか？んだよ、ここどこだ？夢でも見てたのか？てか、体動かないし。周りに壁？穴の中がここ。なんだ、誰だ？やめろ！土か、上から誰かが。やめろ！何してんだ、植える気か！口の中に詰まり出した。息ができねえ。死ぬのかよ。こんな。死ぬ？誰が？え？嘘だろ？冗談じゃねえ！やめろ！痛え！目が！
どうしたんだよ。おい、篠崎、どこ行くんだよ。どうしちまったんだよ。
取りに…しないでよ。篠崎？ああ！なんで？嘘だ！嘘だ！なんだよ、なんなんだよ、なんでこんな目に遭わなきゃいけねえんだ。なんでお前の尻顔なんか見なきゃいけねえんだよ。ふざけんなよ篠崎。お前のそんな姿見るくらいなら俺が代わりに死ねばよかったんだ。そう。どうしちまったんだよ。おい篠崎、お前何やって。誰もそんなこと言っていない。今日は娘の誕生日なので、7つになったお祝いに。お前の汚い、篠崎、おい。
沼君、どうしたの？いや、なんかお前変なこと喋ってたぞ。ん？覚えてないのか？この状況でのプレッシャーのせいか、マジで神経が参ってるな、篠崎。いや、気のせいかも、俺の。気にすんなよ。さっきの幽霊か？教室出てきてるぞ。
なんだ、休むか？うん、ここにもろうそく置いとくの。いいでしょ？ああ、